新右衛門たちのもとに、なんとおでんが姿を現した。桃之助らは未だおでんの登場を知らずにいる。忍さん、こっち。いい加減目立たない道通ってよ。大丈夫だって、全員倒してしまえば目立たない。そういう意味じゃないんだってば。おでんが現る、揺れる赤ヶ谷の心。城の各階に広い天井裏があるんだ。そこなら人目につかない。うん、桃之助様、もう少しの辛抱です。桃之助くん、苦しくない？ママ苦しいでござる。発見発見、繰り返す。大和坊ちゃんとくの一は現在も桃之助を連れて逃走中。桃之助くんの道は僕が切り切る。熟女も頑張るわよ。あれだ、あれだ。さすがだね、忍さん。あなたもね、心強い味方だわ。これなら桃之助様を守りきれる。ダブルくらい切り。楽勝ね。シラブさん、後ろ。ありがとう、助かったわ。私がもう少し若かったら惚れちゃってたかも。桃之助様、ご安心ください。敵はヤマトとシノブが一掃しました。拙者は苦しいでござる。拙者は何もできず守られてばかり、自分が嫌になる。何をおっしゃいます。我々家臣が刀となり盾となりお守りするのは当然のことです。みんな拙者を買いかぶっておる。拙者は、拙者は、拙者は不真面目でバカで弱くて愚かで嫌になる。桃之助様は立派です。立派なものか。今は小さくとも桃之助様は必ず大きく立派な将軍になるお方。光月おでんも超えるすごい男になるんだよ。拙者なんて、拙者なんて、立派なものか。なんだよ。うなぎ。桃之助様、あけ、その姿は。桃之助様は気持ちが高ぶるとこのようなお姿になってしまうの。もしかしてそれ悪魔の実を食べたのか。そうでござるか。まさだめがパンチしたけど、ブラック忙しいようだな。カイドウといえば、昔やつを海軍が捕らえた時、ベガパンクがカイドウの血統因子を抽出し作った人造悪魔の実があった。政府はそれを渡すよう要請したが、どうしても納得のいかない失敗作だったらしく、それはずっとパンクハザードに保管されていた。なぜ急にそんな話を。パンクハザードは爆発した、もう残ってないだろう。その時吹き飛んでいればいいが、海軍 G5 の報告では、
研究所は一つ稼働していた。失敗作でよかったとつくづく思っただけだ。いや、ロスカイドだけかね。アルパス、ローデン。Yo no le creo que vamos a sacar a la cosa de acá. Todos han salido para la esquina, me van a comentar. No le creo.あのぐらいでこの俺が死ぬと思ったか。あの時我らはおでん様の機転によってその場を逃れた。その後おでん様がどうなったかこの目で見てない。でもどうしたお前ら、揃いも揃ってなんて顔してやがる。白滝があるじゃないか。人は白滝だけに生きるにあらずって。バカな、人生の軸がずれているぞ菊之丞。おでんは人生、それぞれの具を大切にしたいのです。横取り。私の人生。人生に迷いは不要、早い者勝ちだ。ひどいです、おでん様。主君のやることか。まったくだ。俺が生きていたことを時もあの世から喜んでくれていることであろう。あちら、待てお前ら。どうしたアシュラ、生きてるはずがない、偽物に決まったのだ。何を言うアシュラ。ピエモン、時様は言った。お逃げなさい、未来へ。どこ。人は決して、人は決して過去には戻れないけれど、未来へなら行けるのよ。人は決して過去には戻れない。時様の力は未来へ行く力。あの日おでん様は死んだ。それは未来へ行こうと変わらぬ事実でござる。過去を変えることは何人にもできぬのでござる。
俺の顔を忘れたか、雷蔵。無理もねえ、お前ら全員傷だらけだ。俺に代わってカイドウを撃とうとしてくれたんだな。長い間ひたすら復讐の機会を伺って苦しかっただろう。おでん様の受けた苦しみに比べれば泥に足らぬものです。カイドウを撃つ、そしてワノ国を復興させ、昔のように皆で暮らそう。全て元通りだ。安心しろ、もう勝手に海へ出たりしねえよ。伊蔵もぐっすり眠れるだろう。おでん様の船出を止めるのに皆いつも必死でした。皆しっかりするでござる。我らは主君を失い、たった一つの生きる意味であった。復讐は必ずカイドウに負けた。夢に逃げたくなる気持ちもわかる。だが未だルフィ殿たちはワノ国のために戦っているでござる。ならば我らも現実を受け止めなければ。しかし本物かもしれんぞ。バカン。
madre ya. A todo por igual. Vamos a poder ir a la Thank you.